前回までのまとめと検索エンジンの現状。ステップ1から3はページのテーマを決める基礎的な事項です。検索されないページを作ってもトローに終わることは当然であり、キーワードの検索が上昇傾向にあるページを作成した方がいいに決まっているからです。ステップ4は記事を書くのが得意な人には不要ですが、ネタに困っている人には役立つことでしょう。しかしその全てを理解されてページを作っても、全てのページがすぐ検索上位になるわけではありません。 SEO はそのキーワードに対するページの検索サイト上の競争だからです。検索エンジンは買い手市場、つまり買い手検索数より売り手ページ数がはるかに多いのが実情です。少なくても数十万ページある中で10位以内に表示されるにはとてつもなく多い競合ページに勝たなくてはなりません。ただラッキーなことにインデックスされているページの9割以上はゴミサイトと言っても過言ではないくらい SEO 的に弱く、まともなページでも企業がお金で買った外部要素の非リンクのあるページは検索から落とされている傾向にあります。現在はタイトル、記事、画像、動画挿入などの内部要素を充実させることでかなりの効果が期待できます。ある意味 SEO の知識を持った人がすごく少ないので、検索順位の競争に勝てるチャンスは十分にあるのです。チリも積もれば山。そうは言ってもちょっと難しいキーワードでの検索トップ10入りはそうたやすくはありません。そこで最初は非常に検索数が少ないキーワードに対するページを作成します。検索数が少なくてもトップ10に入れば少しは検索されるはずです。あとは量産です。少しでも検索されるページを数多く作ることによって、時間の経過とともにサイトのパワーが増して1ページへの検索数は増えていきます。月間100アクセスのページが100ページあれば1万アクセスになるわけです。年月の経過とともに1000アクセスのページが1000ページになれば100万アクセスも夢ではないということです。まさに塵も積もれば山ですね。 SEO の価値。 SEO が難しいと思っている企業さんの多くはヤフーリスティングやアドワーズで PPC 広告をされているわけですが、これはすごい費用がかかります。キーワードによっても違いますが、例えば SEO というキーワードで広告を出すと1クリックにつきおおむね500円前後かかります。100クリックで5万円、1000クリックで50万円というとてつもない金額です。これが SEO で検索上位になればその広告費が無料になるのですから、サイト所有者は SEO を徹底追求する必要があるのです。従来 SEO 業者が多く出現したのもこれが理由です。検索エンジンに表示インデックスされるまでの期間、かなりよく作ったページでも Google にインデックスされるのに数日はかかります。 SEO 的に弱いテンプレートのページでは1週間以上かかる場合もあります。ところが YouTube はアップ直後にはもうインデックスされています。しかもほとんどが同じようなタイトルの一般ページより上位にあるのです。即インデックスされ、一般のブログやホームページより上位、これは魅力ですね。一般サイトと比べインデックスされる期間が瞬時、検索順位も断然有利。検索エンジンの王様 Google に好かれるサイトを使う。今勢いを増しているワードプレスは Google が推奨しています。同じブログやホームページを作るなら Google が推奨しているソフトで作成した方が得です。同じコンテンツを作るなら、同じ労力をかけるなら Google に好かれるサイトがいいからです。ここではワードプレスの内容は長くなるので割愛します。失礼。そして YouTube は Google が経営している動画サイトです。王様は王様のサイトを優先する。人も企業もみんな同じですね。しかも検索数は Google に追いつき追い越せの勢いです。え、 YouTube はアフィリやセールスページにはならないんじゃと思われる方もいらっしゃるでしょう。実は YouTube アフィリという言葉がすでに存在しているくらい YouTube アフィリは今流行しているのです。しかもまだまだこれからという時期です。またYouTube の動画の中から自前のセールスページやブログにリンクも可能です。では実際に一般サイトの中のワードプレスと YouTube の違いをお見せしましょう。